はい、どうもハリウッドでございます。本日はファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。星6馬石のリバイアサーに挑戦中なんですけれども、もう第一印がなくて、雷のもう第一印がないと話にならないなと思って、弱体もいないし、カインの小チェインかシャントットのもらったチェインですね、やってんすけど、なかなかうまくいかないんで、もうプロンプトかな。雷の取りが魔法でも物理でもいいんで、大チェインをね、取りたいです。理想はプロンプトの大チェインですね。プラズマオファーですかね。弱体化しながら、チェイン重ねられ、チェイン更新できるんで、理想は、プロンプトですね。どの攻略サイト見ても、とにかくプロンプト、プロンプト、プロンプトだと思うんで、まあね、前から言うとるんですけど、11枚あるんで、もう全部突っ込んでもいいかなぐらいは思ってるんで、出た瞬間には一応やめますけど、最高 !GO! いや、今は引き時としてはいいと思います。イフリートはある程度見えてるんで、あとは本当にリバイアさんさえやっつけれれば、イフリートもチーム揃ってると思うんで、まず、ミラーボ。棒ミラ。まず棒ミラ。よし !2 ね。チェイン!いやー、わからない。なんだこれは。これは?あー、これ持ってるねー。これ持ってます。シャントとかな、パロムかな、多分持ってるんですよね、二つ目のは。一個目のあの弓みたいなのは、ちょっとわかんないんですけど、ブラスカか。嘘つきました。こっちは持ってないよね。バトエルとかじゃないのね、ブラスカは。なるほど。で、こっちが持ってたのか。こっちはフラン、フランね。はあ、はあ、フランもね、いいんすけど。じゃあ、20連目ですね、行きましょう。いやー、頼むからだ、マジプロンプトチェインくれ。魔法でも全然いいんすけど、シャントットが覚醒いるし、まあ、デッシュも覚醒がいるんで、ただ、そうね、デッシュで、プラズマオファー弱体ってのもね、ちょっと微妙と思ってるんで、理想はやっぱプロンプトチェインっすね。ミラボ!おし!流れはいい。チェイン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 。わからない。これは見たことない気がしますね。シャンヤリ?これは何だい?カインとか、それとか、アラネアとか、ファングとか、そこら辺ですかね。竜騎士の雷、槍なのかな。江戸川か。ほうほうほう。ザス。戦技か。キング・オブ・フィガロ。そうね。江戸川も雷っすよね。これは?あー、なるほど。毒か炎か雷属性をまとえるんすね。あ、これはいいですね。これはかなり大当たりな気がする。江戸川覚醒とか来たらツイヤーっすね。デッシュね。あー、これいいね。これは、いいっすよ。ナイスです。デッシュさんが開幕まといっすね。これはいいな。これがアーシュだったのね。オッケーです。アーシュもいいね。でもとにかくチェインっすわ。さあ、まだまだチケットはあるんで。雷は結構強化できている気がする。頼みます。ジャンボグさんお願いします。今んとこミラボ22来とるんで。とにかくミラボが出ないとチェインが確定しないんで。棒ミラ、棒ミラ!あす、まあ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 、この一発に全てをかければいいんですよね、ボーミラに。ドッ、ああ、これ持ってる気がするな。これ見たことある気がする。誰だったっけ、多分これ持ってます。嘘ばっかり。似てるやつかな。ああ、ブリッシュさんか。モンクアビリティダブルね。ああ、いいっすね。いいんですけど、ああ、覚醒とかなかった気がするんでね。さあ、40連目ですね。いやー、もう頼む頼む頼む。頼む、チェイン。チェインがないと、ほんと苦しいんすよ、リバイアさんが。勝負をかけろ!よし、まあ。一個ありゃ十分っす。手榴弾、みたいな。見たことない。来い!あさっき出たやん。さっき
き会ったばっかやですか。さっきさよならしたばっかっすよ。じゃあまたお気をつけてって言って終わったばっかやで。やらかしたな、これやらかしてるな。有益なのは今とデッシュの開幕とアーシェっすよね。まあまあいいんすけど、いいけど、まあ、完全にな、ダメだな、負けてるな。レノか、チャンレノさんの、バースト、あ、雷まといがあるんですね。レノか、はあ、はあ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 。いや、これ結構いいよ、いいバーストな気はするんですが、まといのバーストは優秀ですからね。それは50連目かな。今んとこずっとボーミラが来てるんで、チェインチャンスは常に来てるんですけど、そろそろ、ボーミラさんも。まあまあまあ、一個出りゃ。頼む！チェイン！チェイン！あおい！どんだけ足好きよ。どんだけ出てくんすか。もうええて。ちょっと待てい！ちょっと待てい！もうええでしょ。さっきやったて。流れが悪いのかな。でもまあ、ボーミラずっと出てるんで、これ60連目っすね。ちょっとフェイント入れて。またね、もうこれやめてよ。前振りじゃないからね。マジでチェイン。チェインくれや。ほんと、冗談抜きなんだって。せっかく貯めたチケット、オッケー !3! 来た！これはもう、来い！いやー、これわかんねえなー。これは持ってないと思います。来い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 ！マント。誰だろう。アーシェのあれ以外。これは来たか？これっぽくない？違う。違いました。10だったと思う。ケイトかよ。まあ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 。奥義ね。奥義は OK です。奥義だったのか。ケイトさんの奥義ね。3回奥義。チャンビビの奥義か。これはいいっすね。でも氷と雷か、炎じゃないんすね。なるほど。で、超絶がアラネア姉さんか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。くそー。まあ、引きは、悪くはないというか、棒ミラさん相当れてるんで。ミラボ率はかなりいいんすけど。欲しいのがね、覚醒やら、チェインが一番欲しいんすよ。覚醒とか贅沢言わんから、マジチェインくれや。ないと、きついんすよ。おっと、これ見たことないっすね。これは確実に、お始めましてです。違うかな？どうなんだろう。調べとけって話なんですけどね、どういうのが、そのチェインの武器かってのは。クイーンか、いいっすね。あ、ちょっといいぞ、これは。ちょっとこれ結構欲しかったっすわ。これ、交換しようかなと思ってたんすよ、むしろ。あ、これは大当たりっすね。クイーン物理で持っていこうと思って、超絶は交換したんで、十式まといの戦技はどうしようかなってすごい迷ってたんで、ちょっとこれは当たりっすね。クイーンはアタッカーとして持っていこうと思ってたんで、マジでレンズ交換しようかなと思ってたぐらいでしたから。さあ、結構主役というか、揃ってき出してはいるけど、肝心要のチェインがないとお話になりませんよ。わからない。絶対わからん。多分銃みたいなやつだと、これは多分ライト姉さんかな。これは応援の、ああ、デッシュか。デッシュの覚醒ね、今のは。苦しい。持ったんすよ。これ欲しい人多いとは思うんすけど、持ったんすよ。ライト姉さんのバーストか。ああ、弱体入れるんすね。これはちょっといいかもな。ああ、でもそこまで使う余裕はないっすよね。まとえるわけじゃない。戦技使って弱体は、か。で、モンブランね。
はあはあ、やべえ、あと3枚や。いやーマジ頼んますわ。もう全部使ってもいいと思うんで、雷が圧倒的に弱いんで、うち。ドン！クラス！はぁ、あ。いやー毎回一応ミラボが出てるから。む？これは？なんだこの服は。持っている、アラネア姉さんの戦技ね。まとえるんですよね。そうね。アラネアさんで覚醒来たか来たら、確かに熱、あーやべえ！いや、言うて4か5ぐらいでチェーン出るでしょうと思ったんですけど、全部ぶっ放して、チェーンなしありえるなぁ。いや、強化はできてますよ。強化はできてんすけど、ああもうここで決めないと。ライト姉さんかな、これも多分持ってる。いやーこれも持ってるわ、これも持っとる。今のあれっすよね、暗闇の雲さんっすよ。なんで雲さんなの、雲さんっすよね。今のは多分覚醒、なんで雲さんがこれ出んね、闇やろ。やべえ、ライト姉さんの、そうね、ブレイブね。なんでこうやめてよこういうの。それやったらあーやばい、あーラストス決めろ、決めてくれ。11倍使ったぞ、121連すけ。もういったから最後の最後で決めたる。まずミラボが来ないと何も生まれないんで、ミラボ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 ミラミラボボミラミラジョボビッチ。ああこの一個に全てがかかっている。もうここら辺はええ、知らん、かい、うわー、奥義外した、チェーン引けずかよー。俺のリヴァイアさん計画が、俺のリヴァイアさん計画が、いや絶対生きるって思ってたのによ、マジかよ。あー泣きそう、ちょっとメンタルやられてるぜ。あーチャンビビね、くー、はい、ということで今回はまあ全部ね使ったっすけどね、ここっていう時に使おうと思って温存して全部いったんですけど、全部外すというね、はあ、リヴァイアさん攻略はまだまだ先になりそうです。はい、ということで今回はこれ終わりたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、感想、コメント欄お願いします。それでは失礼します、バイバイ。